はい、こんばんは。アキラの現場へこそ、オクトストラベラー大陸の覇者の実況です。はい、というわけでですね、昨夜に引き続き、次は名声を極めし者の、最終章のボス戦やっていこうと思います。ボス手前までもう来ました。アーギュスト戦ですよね。強いと、聞いております。はい、皆さんのコメントでもね、いろいろいただいてるんですけど、一切情報は見ていません。何が弱点とかね、その辺の戦い方の情報は見てないので、昨日と同じパーティーで行こうと思います。では参りましょう。任せとけ2連ゴース。さあ、プレゼントだ。エレメントクラッシュ。ではですね、もう緊張しまくりというか、ステータス見ておきましょうか。パーティーのステータスはこんな感じです。24か25ぐらいまで上げることができました。パーティーの内容は変わらないんですけども、これでいこうかなと思います。はい、とりあえずね。はい。ダメージソースとなってくれるのは、ハイとスケアクロー、ロディオン、ギルデロイ、そしてビオラって感じで、ノエルとペレディール入れてるのは、ノエルはまあ経験値アップのために、そしてペレディールは、予習と、調査のためにね、調べるか調べるで相手の弱点を、ね、判明させるために連れてきています。いきます。さあね、休むとこが出たらね、もうボス戦って分かるからね、分かりやすいですよね。はい、来ました、強敵戦。はい、覚悟はいいかと、はい、もうここまで来たらもうね、決めるっきゃない、はい、もう少しだ、あと少しで、はい、これちょっとね、なるべくサクサクいきますね。昨日もだいぶ、時間30分以上かかっちゃったんでね。終わりの時は、はい、セリフはね、一個一個聞いていきたいんですけれども、大事なとこだけ残していこうと思います。はい、終わりの時は近い。さあ、私は今回はフルボイスじゃないんですね。ね、この間の富を極めし者だったから、セリフがね、流れてこないのはちょっと寂しいかなと思うけども、ここはこのシーンだからかな、多分劇中劇だからなのか。お、来た来た来た。ふん、ついに会えたな、アーギュスト。この時を待っていたぞ。貴様の墓場をずっと探していた。見合いの場所だ。私はそなたの刃を待ち焦がれていた。憎しみの探検でこの胸を貫いてみよう。陳腐なセリフだな。貴様の筋書き通りには行かせんぞ。まだわからないか、哀れなシュワルツよ。え、何何、これもすべて私の筋書きだ。貴様がそこでそうして探検を握る姿は、私が書いたものだ。君は実に優秀な演者だよ。何を言っている、この道化め。その薄笑いも、俺の記憶も、忌まわしいものすべて消してやる。
結末をその目で見るがいい。さあフィナーレだ。はい、というわけでですね、バトル始まりました。もうね、2戦があるっていうのね、連戦で来るっていうのは分かってるんだけれども、とりあえずやっていこうと思います。てか先ほどのセリフで探検で貫いてみようって言いましたから、探検が、弱点である可能性が高いと思うので、とりあえず戦うでやっていきましょう。で、交代して、調べるで。はい、で、氷がもう来てるんで、ここにね、はい、では行きます。攻撃、はい、入らなかった。プレゼント弓矢入った。槍、槍だったね。ちゃうかったね。槍がもうここに来てるということは、剣しかないね、こっちはね。ってことは探検も違う。で、弓があって、で、氷がここに来てるってことは炎も違う。ってことは雷、風、闇、光、どれかってことなんてこと。で、なんかね、カウントダウンついたね、5秒。これなんだろう。とりあえず行きましょう。とりあえず、弱点が本もなかったもんね。雷か風かはあるんで、ここは交代していきましょう。エレメントクラッシュ入れときましょう。で、ね、弓が弱点だというのが分かったんで、この辺はちょっと助かりますね。2連合車とかが入れれますんで。よし、任せろ。で、ここはなかったんだよね。槍しかない。風魔法一発入れときましょうか。で、分かった。で、あとは、槍がね、入りましたんで、いいぜ、もうスパイクにしましょう。2連合さ、この辺で、ある程度削れていく。エレメントクラッシュ、はい。風効いてるね。よしよしよし。風魔法もでしたね。風魔法もそうでしたね。オッケーオッケー。では、エレメントクラッシュで下げれてるんで、風魔法も入れていきましょう。2連合車も入れていきましょう。待てよ、2連合車入れなくていい方がいいのか。ちょっと悩む。いや、いいか、2連合車は入れといたらいいか。攻撃順は、スケアクローが来て、スケアクローの次にアーギュトスとかも来るのと、あとうちの方だね。で、最後がギルデロイなんで、ギルデロイの攻撃を高めておきましょう。マックス極めてやる。これでブレイク後に、ギルデロイのダメージが入るはず。風属性これね4なんでね、いけると思います。いけこう、はい、2連合車、うわうわっ、これでブレイクは取れたんで、連続好き、はい、よし。じゃあ一気に叩きましょう。一気に叩きましょう。交代して、ね、魔法あんま使いたくの怖いからね、それもね。ダメージをソースになるような連中だけでここは行きましょう。ね、溜めてたやつね。全てを救うために交代して、これでいけるんやったらね、で次の連戦にね、SP とかできたら置いておきたいから、これで削り切れたらありがたいんだが、ああ、行かないか。ダメだったね。ナメプダメだね、やっぱね。だったらね、また交代して行きましょう。ねえ、SP 使っちゃうからね。交代して。これで。打ち抜く。これで打ち抜きます。おいで、風属性魔法も入れて、分かった。で、交代して、こっちで行こうか。これ怖いな、このカウントダウン食らってるのがね、結構大きいダメージ入りましたもんね。これで、あと2まで行きました。あと2まで行ったんで、これはまあ普通に行けるでしょう。風属性魔法でスケアクローのこれで、戦うが入るんで、これでブレイクは取れますんで、あとは交代して普通に戦う。こっちも交代して戦うにして、これでいきましょう。これいいね、いいね、行こう。
これでいけるでしょ。お願い。よし、ブレイク取れたんで、あとはあとはよろしく。はい、ではね、本ちゃんの方向かっていこうと思います。あーでもね、ね、みんなからね、アーギュストは強えよと言われてますんで、ここの先が怖いです。くっこれでいい。この時を長い間私は待っていた。憎しみの刃に貫かれようと。悔いはない。劇終わってもた。あれあれ、んなわけないよね、んなわけないよね、これで終わりって。ん？え？どういうこと？マーベラス。どういうこと？素晴らしい演技だったよ。君を選んで正解だった。どこへ行くのだ？私だ、アーギュストだよ。それは私が雇った演者だ。私に忠実であり信頼できる男。この作品の上演を最後まで完璧に務めた。そして私もまたシュワルツを演じた。演じていたのだ。劇場で君を初めて見たとき、全身を熱い血が駆け巡った。何かを感じる。かつてない着想をもたらすに違いない。そう確信し、私は彼を演じることにした。遺恨を糧に復讐に生きる哀れな男。君をこの作品へと導く案内人だ。おい、知らぬ幸福なことも世の中に。私は君に問うため、自らが見たものを信じるかと。シュワルツという男は私の知人だ。互いに互いをよく知っている。
そして彼を信じ、君は物語へと導かれた。どう？君も楽しんでくれたか？助けて。壊してくれ。俺を殺してくれ。おっと、見苦しいところ。これはゲップのようなものだ。君を手にかけるつもりはなかったのだが、知人が言うことを聞かなくてね。命宿りし指輪よ、真なる力を、真なる姿を我に与えたまえ。さあ来ましたよ。うわ、異形だな。異形が過ぎるぞ。投稿師アーギュスト。さて、いよいよ幕引きだ。君の死で、私に見せてく。うわ、怖いな、おい。飛行の結末を。さあ最終戦いきますよ。ちょっとカメラの位置直して。許すわけにはいきません。はい、はい、敵の弱点はね、先ほどと一緒だと思います。なので、槍と弓と氷と風がだったと思うんで、それはそのままいきましょう。交代して、エレメントブーストということで、風単体攻撃と、はい、で風戦、あ、弓矢でよかったんだよね、こいつはね。なので2連合射をして、なるべくブーストを貯めておいて、いきましょう。で交代して風魔法で、わかった。でこれで連続突きで、はい、2連合射を突きした。お、交代したけど死のカウントダウンだね。はい、分かった分かった。じゃあ交代しろってことね。それはするよ。他のものを倒せる。交代したらいいやろ、とりあえず。これは俺を交代して、どうせね、どうせ無理だから、戦って。でここも交代せなからね。交代して、これで、でここも交代しましょう。任されました。で交代しましょう。で戦っていけばいいよね。はい、ダメージはそもそもね、やっぱりブレイクしなきゃ多分入らないから、あの普通に弓矢がね、いけるんで、あの弓矢は宇宙よりも強い方なんで、いけると思う。かかってこい。これだから交代したら止まるんか、交代したらカウントダウンは止まるんだ。なるほど。で残り5なんで、そろそろいけるそうですね。ここでスキアクロのこれがかける4が入るんで、4つ取れるでしょ。んでスキアクロの前にこれが入っちゃうから、これを交代しましょうか。で風魔法が入れれるでしょ。これでいけるか、とりあえずな。うん、でそれで、他のやつらは SP 貯めといて、ロディオンもこれでダメージブレイク取れるんで、ね、救うためにブレイクは取れるはずなんで、これで交代して、これはブレイク用に置いといた方がいいな、こっちはな。でこれでどうだ。よっしゃ、あと1個。これでよし、ブレイク取れた。いけ、出血だ。328 378 OK。今だ。はい、で交代していきましょう。
トリプル H を最大限できますので、全てを奪う。ここもスケアクロー先使っちゃったからね。ハイトでダメージを入れてきました。メノも、風属性魔法を最大限で入れましょう。ほんで交代して、ここでね、使わずにブレイク用に置いてる方が賢いんだよね、ここはね。でどっちかっていうと、いやでもダメージ用に置いた方がいいかな。いやまあいいや、うん、ブレイク取る方が大事だ。ブレイク用に置いた方が、あとは任せて。よしよし、おかわり入ったね。炎を倒せ。炎を燃やせ。半分いった、半分いったぞ。全員一目だね。ここ交代だ、ここ交代して、風魔法使えなくなってる。もうちょっと交代やめて、ビオラさんにちょっと頑張ってもらいましょう。またここは交代して二連合射で入れていきましょう。任せろ。でここも風魔法でダメージとかせましょう。でここで、ギルデロイですよ。これでシールド剥がし数えていきましょう。お、耐性アップしてた、耐性アップしていってる。お、ダメージは、あ、二連ゴース。弱点変わったんかこれで。うせやん。とりあえず槍はそのままだけど他は変わったのか。槍はそのままだけど他は変わってたね。やるしかないよねってことは。交代してとりあえず本の耐性強化ってチラッて見えたんだけど、エレメントクラッシュ入れとこう。で交代して弓が入るかどうかがまだわからないけども入れておこう。とりあえずで HP やばいやつはいないね。回復はしなくていい。斧が入ってる可能性はある。槍がね一番端っこにあるからね。まだ斧と弓とかは可能性は高いんで、多分武器属性が3つだと思うんだよ。狙ったこと、多分槍の後ろのあるやつは可能性としてあるんで行きましょう。任されました。とりあえずこれで行きましょう。あとは任せ。弓はなかった。エレメントクラッシュ入れました。あとはよろしく。斧でもなかった。ってことは診察しましょう。本とかか、本か。でもさっき本は本で入れてなかったか。入れてないかまだ俺。ワンチャンあるぞ本これ。だって残りは本と扇と、本と扇と、あ、杖もあるか。杖もあるのか。でも杖もさっき入れたんじゃない俺。杖もいい。我が願いに応えたまえ。いやーこれちょっとかけすぎる。これは交代して普通に攻撃していきましょう。任せろ。で槍は、ね、そのまま槍でまだ残ってるんで槍は普通に入れていきましょう。これワンチャンあるんじゃない。これで行こう。弓は違うでしょ。終焉の傷、おっとないか。本ない。杖はあった、ね、杖だ。お、ギルデロイ 眠らされてる。マジか。杖はあったってことは、あとは本か扇で、本もなかったで扇は俺持ってない。やばいな。魔法を入れていきましょうか。こうなってくるとメルトフラムダガー入れてみましょう。始めよう。大投げしてライチョウ入れてみましょう。私の出番だな。で回復魔法を入れていきます。はい。でここは交代もするしかないんで、寝ちゃってるんで、で火炎魔法入れていきましょう。これで火属性違うかった。でも仏棒下げた。イカズチもちゃうかった。この息吹回復。あとは取り戻せ。火の物を燃やせ。甘いな。きついな。普通に頑張って戦う方が賢いんかこれは。それとも今貯めてますかね僕ね、パワーをね。風入れてみる。任せろ。でこいつはブレイクが取れたんでね。で生き返ったんで槍を一気に打ち込みましょう。これで戦いましてくれ。風を切る。風入らなかった。わあ、怖っ。結構ダメージ入った。よしブレイクした。さあブレイクしたよ。チャンスってやつですね。ね、行きましょう。
これは二連合射をマックスで、で交代して出血弾をマックスで、全てを救うためにで交代して、これ槍の方がいいか、これで、いや待てよ、槍は置いてる方がいいんだ、交代しようね、火炎魔法マックスでいこう、これどうだよ、あ1、ダメだ、物理全然入んない、そういうことか、弱体化せなあかんのか、ブレイクしても魔法もう、あーみんな耐性上がってんのか、闇の魔法しかダメなんじゃないこれ、それか弱点の武器しかダメってことか、杖は入った、だから槍で攻撃してこいよってことなんやな、きつー、マジか、ここはだからこれ確定だな、見極めてやる、むしろ他がダメージ入らんかったからね、交代して、むしろエレメントクラッシュ入れたったらええんちゃう、はい、交代して、でワンチャンあるなと思うのが臨時呼びですね、これね、私の出番だ、これで、ああ無力変幻、また変幻した、また入らんかったエレメントクラッシュ、属性防御3を射した、入らない入らない、うわ全然入らない、あもうここに出てるもんね、槍斧扇にはダメだし、闇属性もダメ、弓もダメ、剣か短剣で来いかな、交代して短剣でどう、短剣一発入れてみましょう、弓もダメだったもんね、臨時読みはワンチャンあるかもしれないだよね、ね、剣は入ってないもんね、あるね、臨時呼びはワンチャンあるので臨時呼びを一発入れます、で斧もダメだったもんね、普通に回復していきましょう、でここもダメだったんだよな、火属性は、火属性の耐性は、ね、左下ここ見たらあるもんね、あ大丈夫ね、火属性いけるな、これで私の手番だな、よしやっぱね、探検入った、探検が入った、厄介だね、ほんとね、よし火属性も入った、よし火属性入ったし探検も入ったということで、あーしんどいな、しんどいな、トリプル H も切らされてたか、これで4パス入るね、え範囲とやられたね、私これ交代できなくなっちゃったもんな、もう弓もダメだな、ブロックされてんな、で斧もダメだ、斧もされている、全てを救うために、よし入れといて、とりあえずもう満タンだからね、満タンだから使っといて、こっちはで火属性が弱点でしたので、火属性を使っていきましょう、はい、よし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 、もう、うわうわうわ、炎よ他の者を燃やし、恐ろしいな、ベルトフラムダガーよりもダブルスティングの方が賢いよな、これもう死にかけてるからね、どうせやったら行った方がいいから、打ち抜く、ここもそうだね、もうどうせやったら突っ込んだ方がいい、で火属性魔法を全力で入れてもまだブレイクできないからね、ダブルスティング、よしでこのままでダメージも、あーダメだな、やっぱ出血だ、炎よ彼の者を燃やし、そんな薬が必要ですか、火属性しかダメだな、これできることが、エレメントクラッシュもう一回入れる、で戦うしか無理だ、でね、火属性魔法を引き続き入れるしかない、エレメントクラッシュ、よし属性防御ダウン、これで炎よ彼の者を燃やし、調査こそ冒険の基本だ、これもうこれとかワンチャンあるかもしれないんだよね、でここもワンチャンあるからね、これでね、見極めてやる、さあ、生き残った、あーダメだダメだ、あーしょしょ乱勝入った、結構入った、650万って結構入った、調査言うと場合ですか、乱勝が思った以上に入ったね、今
さあ戻れ、まあ、さあやっとブレイクした。ここでまさかの本が入った。今ならいけるぜ。今ならいけるね。いけるけど、いけるけど超絶死にたいだよ。ここはこっちでね、火属性魔法で行きましょう。173。あーっとちょっとだ、あとちょっとだ。まさかの本だったからね、まさかブレイク取れると思わんところでブレイク取れたからびっくりした。これもう死んじゃうんじゃないかな。これお願いします。あーもう変わった、武力変幻変わった。火耐性、雷耐性が上がってしまった。ダメだ。じゃあ槍は弱点は変わらない。槍は弱点のままだった。戦うしかなかろうて。こんな連続好きお願いします。あー死んだ。ほらあともうちょっと。さてさて、あああ、死の波動が言葉知っとるな。支援者、ここで支援者ですよ。お願いします。あ、そっか、これで攻撃してなあかんねんな。ね、普段使ってないから。お願いします。大炎よ、他の者を燃やし。渾身切り、生きたか。君の死で上げ話どころではないぞ。もういったやろ。くそ。はい、コンティニューさせていただきます。はい、ここはね、今のいけてたよね。ほんまのね、もう弱点は決まってるんで、交代してマックスいきましょう。極めてやる。交代はここもマックスいきましょう。打ち抜く。全てを打ち抜いてもらいましょう。分かった。これでよし。よし、あー惜しかったね。ほんまあと一撃やったね。くそ。ね、まあやっぱあれだな、濃厚のクリアができない。くそ。どう、さくら、私の結末か。おお、指輪よ。ようやくその指輪から忌まわしき輪廻から解き放たれるか。マーベラス、やはり君は逸材だった。私を結末へと導いてくれた。ありがとう。はい、というわけですね、今日は名声を極めし者の最初章、投稿者アーギュストス戦ですね、最終戦やらさせてきましたけれども、ここから先はですね、また皆さんにご自身でクリアしてですね、見てもらえばなと思います。で、最後ね、支援者の一撃が結構いけてたんで、もっと早くあれ使ってたら、
ね、可能性あったかなと思うのがまず一番の反省と、あの途中で本の弱点ね、あれ見抜けれてたなと思ったんで、ね、また後でね動画編集しながら見直してみれば分かるんだけど、多分あの本の弱点だというのを分かってたらあの子でブレイク取っていけてたかもしれないんで、そう思うとあのね最後のほんの一撃が足りずにコンティニューしてしまったんだけども、まあ惜しかったかなと思います。はい、ですね、まあ、また引き続きですね、あと残っているのは権力を極めし者の最初章ありますんで、そちらねまたね、明日にはなんとか、また動画ね出させてもらおうかなと思っています。今日の動画ですね、面白かったらよかったな、楽しかったなと思いましたね、ぜひ高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。